B97 は、ドイツ帝国海軍の B97 級駆逐艦。あとに、戦時賠償として、イタリア海軍が取得し、チェーザレ・ロッサロール、RN チェーザレ・ロスロールと改名、軽偵察艦として収益させた、B97 時代の写真本艦は1915年に、ドイツ本国艦隊の駆逐艦、B97 として、 収益、竣工後は、ユトランド海戦にも参加した。第一次世界大戦において、ドイツが敗戦した折に、本館は賠償艦の一席に指定され、1920年にイタリアに差し出された。イタリア海軍では、全大戦時に喪失した、共同駆逐艦の艦名を本館に継承させ、武装は、イタリア式に改められて1924年に、収益させた。 1931年に老朽化した指機官を交換した折に、ボイラー数が減少し、最大出力も3万馬力に低下して、最大速度も32ノットとなった。搭載魚雷も50センチメートル魚雷から、新型の45センチメートル魚雷に変更された。1939年に除籍されラスペツヤで解体処分された。竣工時の本館の同型の B112 の写真。 本艦の船体形状は、艦首艦源のみ高い単船主楼型船体で、同時期に設計された日本海軍のミネ風型駆逐艦と似た関係である。艦の構造を全部から記述すると、艦首艦班上に主砲の 8.8cm 速射砲を単装砲芽で一機配置したところで、船主楼は終了し、そこから艦班一段分下がった場所に 50cm、 連装魚雷発射管が1機、その背後に操舵環境と簡素な全部マストが立つ。船体中央部に3本煙突が立ち、1番2番煙突の間に2番手法が1機、2番3番手法の間に3番手法が1機、配置される。その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西艇置き場となっており、関西艇は2番煙突後方のクレーン1機により、 運用された。3番手法の後方の中央パ板上に50センチメートル炭素魚雷発射管が直列で2機配置され、後部マストと後部見張り所を挟んで後部パ板上に4番手法が1機、配置された。イタリア海軍取得後はしのげな未性改善のために、艦首魚雷発射管は廃止され、選手楼が環境基部まで延長された。1番煙突は、やや高くなり、 中央甲板上に連装魚雷発射管が直列に二機配置となった。ありがとうございます。